どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、ブラッディーウォールズやっていきたいと思います。でこちら、本編といいますか、基本的に Steam で、無料で公開されている作品 で、それがここなんですね。で、DLC が、3本あるんですが、1本も、無料ということでね、ここまで、とりあえず無料で、もらっております。まあ、とりあえずやってみたいと思います。で、まあ、基本的に、まあ、やっていけばわかるから、とりあえずいろいろ言われたんで、まず2階からで、こうちょうど頭を狙ってクリックしないと当たらないんですね、このゲーム。ちょっとやばいな。ということでね、あっさりとやられましたが、でニューゲームしかないということは、おそらくセーブができないので、まあもう減ってってるんだね。もう減ってってるのか。じゃあ話しかけられる人にまず一通り話しかけて、ここ装備はとりあえずアサルトライフルでいいかな。爆弾をわざわざ買う必要はないか。ショットガンとかあったけど使用感がわからないし、どっかで手に入るかもしれないしな。はい、とりあえず2階から攻めていきましょう。ちょうど頭をクリックしないといけないんだよね。よくあるマウスでやるシューティングゲームとはまた感じが違うんですよね。ちなみにこの人たちはまあゾンビですと。殲滅したかな。で2階になんか女の子か、あそこにクマさんがいると。ティディベア、これですね。これをこう持って、
余裕があるから3階も行ってみるかな。あんまり行ったり来たりしてると多分時間がなくなると思うんですよね。これ何が面白いって、ここを見てるからまだいるのか。 2D のゲームなんですけど、こっち側を見てるんで後ろ側に敵がいるのに気づかなかったりするんですよね。そこは面白いなと思いますね。で、ファーストエイドキット一旦戻るかな。あなたファーストエイドキット欲しいって言ってたよね。ん？コードこれで湧くってこと？あー、これでもらえるんだ。はいはいはい、これでもらいましたね多分。はい、ティディベア上げて、これもう爆弾か。危ないもの持ってたねお嬢ちゃん。重さがあるんですよね。まだ大丈夫だけど。4階、5階、6階だよね。はい、行こう。4階。今のところそんなに、なんか新手が出てきたらクリックがしづらい。あー、なるほど。ちなみにゲームディフィカルティレベル、このイージーが35、アンチドーズってなってたんですけど、ハードが5個しかないと。これがさっきの制限時間のやつですね。これあれだな、爆弾使ってみればよかったな今死ぬ前に。まあ一応このクエストといいますか、これ持ってきてっていう頼まれ事は一通り頼まれておいて、でーす、普通に頭の大きさが変わってきたな。こっち側にティディベアがあるんで、こっち側に近づきつつ敵を倒して、違うよ、2階だよ。あれ2階だっけ、こっちか、間違った。あれもしかして場所違う？あ、違うわ、さっきこっちだったもんな。これ毎回場所違うんだ。危ない危ない。じゃあまずこっち側を倒して、いやそんなこと言ってらんないかな。やばい、うわー普通に難しい。ちゃんと確認しよう。あなたは3階の左端、あなたは2階の右端、最初と同じですねこれは。やっぱり武器を買っておいた方がいいのだろうか。後ろから来てるのがなんとなくわかる。視点がそっちまで動かん。本当になんかそういう後ろに敵がいるのがわからなくなるとかの感覚が FPS そっくりなんですよね。普通に近づいてきてるやつからやらないとダメかな。こっちに敵がいるアイテムがあるから、こっちを先にみたいな風にやらん方がいいな。で、あの防護服みたいなやつは強いから後回しだ。
そっか、1階が敵がいるとこだもんな。敵がいる？あ、ここに置くんだ。ちょっと待って。4階が鬼門ですね。はい、ということで、またお二人、このお二人はお願いを聞いて、で、装備がね、これ10個じゃなくて重さ10が1個ってだけかもしれんな、もしかしたら。で、とりあえず4階のここですね。とりあえずこの辺にこれ置いといて。お、吹っ飛んだね。吹っ飛んだのを見てる余裕がなかったけど、後ろから来てるな。肩。うわー、装備を考えないとダメかな。はい、今回もお二人は助けたんですけど、今回はお二人とも空でしたね。で、ショットガン、サブマシンガン買ってみるかな。一応56って、あれ、これ増えてるな。敵を倒したら増えてるのかな。あ、それとももらったのかな。その辺ちゃんと確認しよう。次ショットガン買ってみるか。これですね。もう一回2階に行っても殲滅してるからいないのか。試し撃ちするにしても4階に行かなきゃだな。今回爆弾がもらえなかったんでね。当たってる？これ。あ、距離があるのか。危ない。こっちにしよう。あれ？切り替えられない。ちゃんとゲージが左端まで行かないと切り替えられない。ショットガンは買って成功。なんだあいつは。これは機械だろ、どう考えても。ちゃんと数字が出てたな、今近づいてきたら。そこにその数字によってダメージが変わるとかかな。クッキーショットガンなかなかいいですね。一回じゃあこの人にクッキー届けて、25個ね。あ、プラス10で35個になりましたね。なるほど。次が5階の右側、6階の右側。ちょっとこの辺から慎重に降りてった方が良さそうだな。後ろからロボットが来てるな。こっちにして、焦るとダメだな。あれ、まだゾンビの、ゾンビじゃない、なんだあれ、これ何、こんな化け物もいるのか。あんな化け物もいるのかい。
私が操作方法が分かってない。なんか上にいるな。ちょっと待って、危な。ショットガンの介護感みたいな感じが、この感じだと距離は長いけど、化け物がいるな、あそこに。こいつ何、近寄らない方が良さそうだな。そういう重さの概念があったから、重さがダメなのかな、ショットガンとサブマシンガンとかだと。あ、ここから生まれてるんだ。こういう時はアサルトライフルですね。これね、なんか作ってるな。うわ、弱点が隠れるのか。この辺に置いといて、怖いから。口開けないね。うわ、全然口開けるこっち。あ、離れてないと開けないんだ。やばいな。一定以上離れてないと口を開けてくれないこいつ。口っていうか中に顔があるっぽいけど。これ向こうに巣があるだろう。あった。ちょっと今調子に乗ったな。危なかったな。このクリックをちょうど合わせなきゃいけないっていうのがなかなか独特で、あーでも、あ、持てるよね。全部は持てなかったってことか。
で、これ増えてるから今開けたことで中のやつが回収できたのかな。もうだって皆さんは助けたからね。ああなるほど、そういうことか。うわ、なんだこいつ。後ろから来ている。うわ、何こいつら。うわ、すごいリーチだったな今のやつ。はい、ということで5名助けたところまで、また戻ってきましたが、これもらいましたね。でこれ2個あると。でとりあえずショットガンとアサルトライフルで行ってます。まあ7回行ってみましょう。あれ、こっち側大丈夫かな。そうか、こいつが出てくるところか。こいつに追い詰められたら絶対にもうゲームオーバーになってしまうんで、それだけ気をつけて。あとは巣かな。そうですね、巣ですね。ショットガンで当てられるときは当てたいんですが、あんまり調子に乗るとこっちが危ないので。よし、なんもないけどこれはもらえた。この下の階だけがさっきやられたのは8階。こいつにやられたんだ、さっき。置いとこう。こいつもリーチに上がってるか。お前もか。難しいな。はい、ということでね、7階まで攻略したところまで戻ってきましたが、お金っていうか、まあ空気というか、こんだけあるんですけど、結局爆弾とかしか買えないので、あとサブマシンガンしかないんでね、立ち回りだよね。あとはやっぱり8階、なるべく遠くからやっていって、こっち側を開けて、なんとかなったが、どんどん下に降りれば降りるほど新手が現れるんだろうな。もう持てないか。まあ、いや、ここにランドマインがあることを覚えておこう。次はランドマインをすぐ知っといて。こいつはなんだ、こいつ何狙えないし、ランドマインじゃないと倒せないのかな。だとしたら死ぬぞ俺。あるいは、あ、こういうことか。近づかないとこいつは出ないんだ。怖っ。ああ3体でよかった。どんどん実験体みたいのが増えていくけど、怖っ。
回帰ろう。ランドマインちょうだい。こっちの方が強力なのか。もうこれ以上持ってないのか。さて次がじゃあ最後の回ですけど、怖いから両方に設置しておいて、まずこいつか。ランドマインもったいないから使いたくないけど、まあいいや。向こうからしか来ない。いや、あそこにあいつがいるな。危ない危ない。動くね。巣があるのかな。あの天井のやつ多分近づいたらダメなんだろうけど、具体的にどういう攻撃をしてくるのかわからんな。弱点があいつは出ないとダメなタイプかな。じゃあこっちかな。そうっぽいな。あー、この距離じゃダメなのか。よし、やったぞ。なんだ、ああまた To be continued。 はいはい、ということでね、ブラッディウォールのとりあえずこれが、普通にダウンロードできる、バージョンですね。で DLC の DLC3 本のうちの1本は無料版のやつは持ってるので、次回そちらの方にねチャレンジしてみたいと思います。一応、ゲームディフィカルティがあるんだけど、これ多分これ最初に持ってる数だと思うんで、まあどっちにしろとりあえずね、普通の状態は、クリアしてたので、これはここで、ここまではクリアしたということにしたいと思います。ではお付き合いいただきありがとうございました。